はいどうも、毎度おなじみゆうこ .tv でーす。早速本日のお題を読んでいきまーす。自分探しとは何かに近づくこと。こちらを今から読んでいきまーす。私はわからないときには、とりあえず近づいてみることにしています。近づいてみれば何かがわかるからです。磁石と同じです。磁石同士がある一定の距離で離れているとき、引き寄せ合う力なのか、反発する力なのかは、じっとしていては分かりません。自分が N 極であり、相手が S 極であれば、近づいた途端に引き寄せられます。一般的に言う、話が合う、意気投合するといった感じです。しかし、自分が N 極で、相手も N 極であれば、近づいた途端、当然反発し合います。一般的に言う、反りが合わない、話が合わない、趣味が違う、価値観が違うということです。近づけば単に答えがわかるのです。近づいた時に得られる結果は、必ず次の3通りのどれかになります。より引き寄せられる。より反発してしまう。引き寄せられることも反発することもない。どんなものであろうと自分に合うものなのか合わないものなのかと確かめるとき、磁石のように近づいてみればいいのです。自分に合っていれば近づいた途端に引き寄せられる力を感じます。力を入れなくても自然と引き寄せられ、これは自分に合っているなとわかります。妙に心地よい気分になったり、不思議と楽しく感じたり、努力なんてしなくても勝手に体がそうしてしまう時です。しかし、合っていないものは近づいた途端に反発する力を感じます。不快な気分になったり、心地よくなかったり、面白くなかったりです。引き寄せられることもなく、反発することもないことは、自分にはそもそも関係のないことだということです。いちごケーキはチョコレートケーキと対立しますが、いちごケーキが飛行機と比べられることはありません。そもそも土俵が違いますから、関係がなく比較のしようもないからです。引き寄せられることも反発し合うこともないのは、自分とは関係がなく、比べることでもないということです。こうした事実を知っておけば、わからないときに頭の中で考えて解決しようとすることが、いかに効率の悪いことかがわかります。頭の中だけでは本当の答えはわからず、近づいてみるだけで真実が見えてくるからです。わからないときには単純に対象に近づいてみればいいのです。若い時期には自分に何が合うのかはわかりません。わからないことだらけです。恋愛でも引っ張ってくれる人の方がいいと思っても、付き合ってみると自分が引っ張る立場の方が良かったりします。そもそも頭の中だけで思い描くことは、必ずしもそれが正解だとは限らないからです。一番正しい答えを見つける方法は、単純に近づいてみればいいだけです。知識もテクニックも時間も必要なく、すぐ実行でき、頭の中で考えるだけで、より具体的にわかることなのです。自分に合うのかどうなのかと迷った時には、とりあえず近づくだけでわかるのです。今日の格言。わからない時には近づいてみる。よくわからないね。何に近づけばいいんだ？やりたいこと？やってみたいこと？今回のお題よくわかんない。でもなんか、自分探しね。自分探しは自分の心は決めるんじゃないんかな。よく自分探しのために旅とか行ったり、自分探しのために田舎から東京に出るっていう人がいると思うけど、俺はなんかちょっと違うなと思うんだよね。その場で見つからなかったらどこへ行っても見つからないような気がする。だから単純に今この場所で自分と向き合って、自分ともう一人の自分と心の中の自分と会話して、決めるのがいいんじゃないかなと思う。よくわからん。自分のことは自分にしかわからない。ということです。ではまた、バイバイ。